私が勝ちます。覚悟しててください。決勝進出おめでとうございます。今の梅崎遥香と今の岡ゆり香は等身大で比べたら多分まだどっちが高いか分かんないと思いますけど、1月9日私が必ず頭一つ抜けてみせるんで、そしてあの優勝旗ディアナに持って帰るんで、覚悟するのは岡だと思います。まあ私は去年梅崎遥香と遥香とジャジャマトーナメント1回戦で当たって私は負けました。その後もタッグで何度も当たってますけど、全部私は負け続けてきました。だからこそ来年のジャジャマトーナメント絶対に私は優勝したいです。戦場の選手として現ジュニアチャンピオンとして私が優勝するので、皆さん応援よろしくお願いします。ジャジャウマトーナメント決勝進出決まりました。まあ私は最初から優勝しか見ていなかったので、ここまで来るのは当然なことなので、あとは梅崎遥香から勝って私が優勝して、ジュニアチャンピオンとしてジャジャマも優勝してジュニアの最強になります。私が優勝するところを皆さんぜひ見に来てください。はい、千住さんキャリア大会ありがとうございました。はい、ジャジャマトーナメント2回戦岡対海獣リコ選手、岡がしっかり勝ち上がってきて、1月9日は岡とジャジャウマ決勝でシングルになりました。岡は千住さんのジュニアのチャンピオンですけど、ちゃんとそのジュニアのチャンピオンから自分が勝ってジャジャウマの優勝旗をディアナに持って帰りたいと思っております。1月9日岡との決着楽しみにしてます。皆さんもよろしくお願いします。